い、メタボガチンコマッチョクラブの久保でございます。ガチンコマッチョクラブの中でね、自主トレーニングをするコーナーがあってもいいんじゃないかなと思って作ってみたんですけども、今回は2日目、まだたった2日です。ブランコをね、昨日から始めて今日2日目なんですけども、今終わったところなんですけども、まあ画面ではね、まだ私がプランクをやってるところが映ってると思います。今回は1分間のタイマーを回してみて、1分間きっちりやることに、まあ、取り組んでみました。これからもね、まあ今日1分間できたんで、これからも1分間は最低やろうと思うんですよ。で、できればね、1分半とか2分とかに伸ばしていって、まあ、2分ぐらいね、毎日できたらすごいなと思いますけども、とりあえずね、どこまで続くかわかりませんけども、目標は1週間撮影しながらやってみようかと思います。で、1週間が達成できたら2週間。で、3週間ができたら、多分ね、3週間続くことって3年続くっていう風に言われてますんで、私もそういう経験してますんで、まあ3週間いけるかどうかね、ちょっと自信がないですけども、とりあえず始めてみました。ありがとうございました。